はい、木の店三目です、モンキーポットですね、白田がだいぶ多いですけど、真ん中の方に、まあ、同じくらいというかだいたい3等分になって白田、赤身、白田という感じですね。サイズがですね1700の長さになります。で、幅の方がですね、こっちの狭いところが45センチくらいから、だいたい50センチ、まあだいたいこの辺の下半分のところでだいたい60センチくらいの、まあ、台面ですね、になります。で、厚みが、33ミリですね、そういう一枚板になります。だいぶね芯から遠いんですけども、ほんと外側ですね、白玉もうでほとんど白田のような感じで、まあ、これも今オイルこれから塗るんですけど、どんな感じでね、あの白田とこの赤身の黒いところのねコントラストがどんな感じ出るのか、まあ、チェックしてもらえばいいかなと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。今回のね、モンキーポットはそうですね、赤身の方もまあ少し若干、まあ、黒に近いというよりは少しね、明るい感じの茶色というそんな感じですね。まあ、やっぱり外側だから、赤身の部分のね、本当に芯に近いところの赤身とはやっぱり赤身の質もね違うんじゃないかなという感じですね。はい、まあこれはですね、今まあ、こういう感じの外側で、厚みが33ミリ、という、まあ、プレーナーかけてね、こういうふうに仕上げたんですけど、そうですね、これまあ重さがですね、まあだいまあずっしり、あるって重いんですけど、ね、そうですね、この薄さがねちょっとやっぱり少しお椀に、こうね反り上がってくるんじゃないかなという感じがなんとなく、しますね。モンキーポットはね、そうじゃなくてもやっぱり結構割れたりというよりやっぱ反りですよね。反りがやっぱり結構大きく出る木かなという、そんな印象があるので。まあ、これも、まあ、間違いなくね、沿ってくるんじゃないかなと思います。はい、まあ、それでも何回かねテーブルの板にした時なんか置く場合はね下にクッションを敷くことによってねだいぶガタつきはもうねだいぶっていうかもう緩和されるのでストレスなく使えると思います。まあ、今、ね、重さもこう持ってみたんですけど、まあ、ずっしりね、ちょっとね膝とか腰が当たってずるっとね動いてしまうという軽さではないので、クッションと滑り止めのついたねクッションで置くだけのね使い方でも、十分いけるかなと思います。まあそれでもあれですね、まあ最近だとねパソコンデスクとか、そういう使い方、壁側の方にね、寄せて使うと、まあ、なおいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、水回りとかではないですね。やっぱりモンキーポットあんまりねちょっと赤みもないので、やっぱりこれはパソコンデスクとか、そういう、使い方がなんか良さそうな感じがしますね。まあ、ある程度ね高級感もあって、はい、ちょっとねこれこっちが表なんですけど赤身の部分が赤身じゃない木裏ですね、木裏がねちょっとどんな感じだったのかちょっとちらっと木裏を確認してみる。ああ、木裏がやっぱりいいですね、だいぶ。はい、こっちを、まあ、置くだけで使う場合なんかはこっちをね、木表というかね使ってもそれだけ幅も広く使えるので、はい、いいんじゃないかなと思います。はい、まあ、今裏返しにした状態ですけど、モンキーポットのね一枚板を、塗装しました。オイル塗装です。はい、いろいろ
ほぼね毎日のように、塗装したり、機能解説したりしていますので、ぜひねチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。